エブリコレリシファミスオフィッシナリスは、タマチョレータケモクに属する、キノコの一種である。名称は、カラフトアイヌモで本種を指す、エプリクに由来する。木材普及菌であり、新葉樹に、褐色の新材普及を引き起こす。ヨーロッパ、アジア、北、アメリカ、モロッコで確認されている。英名には、アガリコン、クワイナインコンクなどがある。 かつては、ツガがさノの腰掛け属に分類されていたが、分子系統解析により分離された。粉末は、非常に苦いため、キニーネを含んでいると考えられて広く、採集されていたこともあったが、実際には含まれておらず、勾マラリア作用はない。成分としては、アガリシン酸、エブリコ酸などが発見されている。通常、不休が発生するのは、老木の中の少数の個体である。 古実体は6 0トル程度まで成長し、馬蹄が高い円柱状である。若い古実体は紅白色で柔らかいが、すぐに全体が白く硬くなる。普及材は褐色で方形の亀裂を生じ、広い亀裂からは太く白い。古実体と菌糸は苦く、これは本種の特徴である。古実体の発生は通常、木全体に感染が広がっていることを示す。 感染した木は枯れ流木に隷創する鳥、哺乳類の住みかとなる。西暦65年のペダニウスディオスコリデスの記述によると、本種は結核の治療に用いられており、土着の人々は天然痘の治療に用いていたようである。墓所に本種の痕跡が存在することは、かつて本種の利用が一般的であったことを示すのかもしれない。 カラフトアイヌや北海道の屈舎ロ小周辺のアイヌは、火打ち石で火を起こす際、このキノコの粉末を北地として用いた。野生種は原生林のみに自生し、特にトガサワラ属、カラマツ属の木材に生える。原生林の減少により、野生個体の保全状況には懸念がある。実験室で栽培した株では、遺伝的健全性を保持することが困難であるため、 野生下での保護が必要である。トリンギットハイダ族、チムシアン族のような北米太平洋沿岸の先住民にとって、本種は薬用キノコとしても、儀式の素材としても重要であった。現地語では、例のパンを意味する名が付けられ、彫刻された古事体がシャーマンの墓を飾るために用いられた。ありがとうございます。